本川橋、本川橋は、広島県広島市の旧大田川に架かる道路橋。上流側に、人道橋、歩道橋を併設している。本川とは、戦前まで大田川水系の本流だった旧、大田川の通称である。安土桃山時代あるいは、江戸時代初期に木橋として築造されたものを、1897年に、コートラス橋に永久橋化され、 雑教に伴い現在の橋は1949年に再架橋されたもの。当初は西国街道筋、近代は国道筋の現在は市道の橋である。西方面から広島平和記念公園へと通ずる橋の一つ。上流に元安川の分流点と相い橋、い下流に西平和大橋がある。東へ道沿いに進むと元安橋。 西へ進むと、広伝土橋停留場があり、さらに進むと天馬橋にたどり着く。構成の桁は、旧光海軍工廠の廃材を再利用している。橋脚は1897年に作られたものを補修しながら現在まで使っており、1945年、原爆被災、爆心地より約410メートル下、被爆建造物でもある。 もともと戦国時代この地の北側に、くす橋という橋がありこの橋が、本川橋の起源とするものもある。安土桃山時代に、毛利輝元が、広島城下を整備した際に、府中の松崎八幡宮の田中身を務めた、加藤黒江門賢鎮が、当地に、猫屋を開業した。その時に、猫屋が慈悲で目標を建設したのがこの橋の始まりと、伝えられている。 当時共鳴は猫屋橋であり、猫屋は合商として、当地で繁栄を極め、橋のみならず川や町にその名が付くことにな。ちなみに現在において、松崎八万宮は高神社に合祀され、跡地として残り、猫屋の名は本川橋に沈め北川に長く猫屋町として残っている。 広島市が公開する資料では、天正年間1573年から1592年頃広島城を整備した際に加境としている。天正17年1589年3月、寺本による現地調査天正18年1590年末に広島城がほぼ竣工していることから加境は1590年頃と推定される。また、 江戸時代に書かれた毛利氏時代の町割絵図の、芸州広島五分国八州の時、五条家屋敷割並び神社格割ともずには、天正19年、1591年佳境の遠光京と京橋は描かれているのにこの橋は描かれていないことから、少なくとも1591年より後に佳境と推定される。毛利氏の後に入法した福島正則の反省時代に、 西洋道、西国街道を城下に引き込みこの橋は、西国街道筋の橋となった。藩政時代において、防犯上の理由により架橋制限されており、この橋は、本川に唯一架けられた、西国街道筋の橋であった。この地は当時は、島だった、江場の港から運ばれた積み荷の中継地点として栄え、現在も残るが暗から、荷上げされていた。 当時の猫屋橋の状況は、絵地図として残っており、例えば、広島城博物館が所蔵する、広島城下絵病部や、芸州広島図で確認することができる。また、広島藩は、大高和水系の治水に力を入れたが洪水は絶えず、完成8年、1796年上下で、発生した大洪水では、現在の中島町が浸水し、猫屋橋も落橋している。 明治時代に入って国道四項筋の橋となる。当時の地図表記から1877年、明治10年から1894年、明治27年の間に現在の本川橋に改名されたと考えられている。1897年、明治30年トラス橋に架け替えられた。当時の絵はがきから極限トラス。 ボーストリングトラスと呼ばれる三連のトラス橋であったと、わかる。長さ軒、約件、十二点七メートル、幅島、約七点二七メートル、工事費、約四万三千五百七十円。広島初春高の公共であり、当時広島の繁華街だった中島町とト谷街、境町を結ぶ目抜き通りに架けられた橋であり、その珍しさから観光名所となった。 昭和期に売られていた広島名家本川ゅうは、この橋完成を記念して作られたものである。橋のたもとには1913年、大正2年に広島商業銀行の本店が新築移転している。大正時代までは国道であったが、昭和初期に愛よ通りを新しい国道として整備されることになった。太平洋戦争に入ると1941年金属類、回収令により、 市内の橋の構成欄間は次々と外されたが、この橋からは鉱部材が外されたかどうかは不明。1945年、昭和20年8月6日被爆。爆風により一部の桁が、橋内から外れ方方だけがギリギリ引っかかっていた状況であり、通行は不可能であった。左岸側の中島町は壊滅、避難者は上流のあよい橋や、 下流の寝大橋、現在の西平和大橋から西へ避難して行った。また、当時点化されていた水道管は切断され、給水不能となった。直後、軍や救援隊によりここから元安橋までの国道筋の整理が行われ、本川橋も板を渡しただけの応急修理がなされていた。そこへ、同年9月に上陸した枕崎台風により、さらに損傷し、 同年10月は船台風による水害により完全に落橋した。これら台風災害により下流側の新大橋、住吉橋をも落橋した。その後、また板を渡しただけの仮橋が架けられていた。戦後の物資不足が続いていたが、交通の要所であったため、真っ先に再建されることが決定。1949年。 昭和24年残った橋脚を利用してかなおされた。設計は当時広島県土木部職員の本題サム、その部材には空襲で壊滅状態となった旧光海軍工廠の廃材を使っている。その後、数度補修保全工事を行いつつ現在までその形をとどめている。橋脚は前日の通り被爆建造物にあたり、 下には、毛利照元の島武神による石組みが残っている。西爪南側には、城野島が、周辺の五岸には、岩木造りの洋上や船つなぎの石柱や船舶の創造が、遺構として残っている。西詰北側には、かつて、韓国人原爆犠牲者遺霊碑があった。1945年理が被爆により最後を遂げた場所でもある。さらに上流側に、 広島市立本川小学校がある。東爪一帯は平和公園である。北側には東側貸し用と橋桁とのつなぎ目部分の路面用の石が残されている。これも被爆遺構であり、2003年の橋補修時に取り外され、この地にモニュメントとして置かれている。東爪周辺には平和公園内に昔存在した。 元柳町にゆかりのある柳の木が多く植えてある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。